本当に大丈夫クマ？戦っちゃってもマリちゃん死なクマね。マリーちゃんは私たちを信じてくれた。私たちだってマリーちゃんを信じなきゃ。負けられねえ。真実なんか知ってどうなる。ゴミクズみたいな自己満足と引き換えに永劫の苦痛と絶望を味わえってのか。いらない、そんなものいらない。苦しみから目をそらして何が悪い。苦渋に満ちた真実より安息の嘘が欲しいんだ。何この感じ。この子、こっちのことなんてまるで目に入ってない。苦痛と拒否、それに拒絶、この子何もかも全てを拒んでるんだ。先輩気をつけて。普通の戦い方じゃ通用しないかも。うん、辛いから真実を見ないとか絶対間違ってる。待ってて、マリーちゃん、絶対に助けるから。何も見たくない。つえ、普通の戦い方だと、どうする？どうですか？無理や。43。なるほど。おい、マジか。借りは返してもらいますよ。行くよ。ペルソナ。マンションか。はい、アリスじゃ無理だな。どうする。一番高いやつです。マジか。ペルソナ。疾風攻撃はダメ、注意してね。おい、こいつやべえぞ、何も飛んで。戦いになりそうだぜ。なんかないかな。これもしかしてこれを使って戦えということなのか。あ、なるほど。決める。いきなり攻め手に回った。さすがにそうだよな、ネギドラオンだけじゃ。マジか。何今の。マリーちゃんの霧を吸う力が暴走してる。先輩気をつけて、手当たり次第に吸い込んでるよ。行くぜ。来て、くらえ。行ける。コーゼオン。行くよ。
よしよしよし、これで戦えるぞ。決める。やるマリー。なぜわからない。真実なんて何の役にも立たないじゃないか。お前たちは偽善者だ。霧の中にこそ平和と安息があるというのに。先輩、耳を貸しちゃダメだよ。あんなのマリーちゃんの意思じゃない。全部来て、ペルソナ頼む。よしよしよし、決める。う、撃ってきよる。うわ、いかん。俺だけ当たった。な、やあ、出してください。ありがとう。ペルソナ、はい。反射が戻った。やばいな。いや、てか気づいてよかったわ。あのまま、あのまま行ったらエギドラゴンで最後まで行くとこだった。もう一回崩すか。とりあえずブッとブッとアギ、あ、てかあれか、表記されねえのか。ああ、もう苦しみよ。とりあえずあ、ひたすらこれでやるしかないのか。ペルソナ、決める。うえ、聞いてる。いけるよ先輩。最後まで気を抜かないで。油断してるとやられちゃうよ。ギョイ、この2つでいいか。来て、やあ、ペルソナ。アジとブルーしかいねえ。むコンゼオン、助かります。ソナ、もう撃っとくか。来て、ペルソナ、決める。お、まだか。終わってくれ。マリちゃん、マリちゃん、おやい
なんすか先輩、無事なんすか。まさか、マジかよ、そんな。嘘よ。だってマリちゃん、やだな、マリちゃんってば、意外とお寝坊さんくま。ほれ、もう起きる時間よ。ねえ、嘘くま、そんなはずないくま。何が悪かったくま。マリちゃん起きて、新社員くま。ありがとう。ちょっと感動のハグ長くない？もう離れてもよくない？やだよ、まだ離れないもん。離れるのも起き上がるのもマリーには無理、しんどすぎ。出たよ、こんなんばっかだな。リセちゃんいじる人ってあんまりいなかったかもね。ベイビーちゃんたちの熱い火花に大地も震えているクマ。ちょ、アホなコメントしてる場合じゃないっしょ。何が起きてんの。まさかあれか、映画でよくある親玉倒すとなぜか城が崩れるやつか。ごめんね、言い忘れたの。ここ私が死なないなら必要ないから。このままだともう少しで消えちゃうの。消えちゃうのじゃねえ、先言えよ、俺らまで消えちまうだろう。死ぬ、死ぬるクマ。とにかく出口、本当に崩れますよ、早く。忘れてたぜ、テレビ実践だよな。前もあった気がすんな、この絵面。本当に君の友達？変な人ばっかり。元はおめえのせいだろうが。テレビが。ううん、テレビじゃないよ、虚ろの森が消滅したの。もう存在する意味ないから。やったね、どう、運命変わっちゃった気分は。うん、なんか変な感じ、私生きてるし。そりゃそうだ、俺らそのためにあんなとこまで行ったんだもんな。あの、助けてくれてありがとう。あと、ごめんなさい。な、何？何なのその反応。お前、今ごめんつったか。言ったね、素直に言った。は？いや、なんか言わなそうじゃん、そういうの。はあ？バッカじゃないの？もういい。今の取り消し、なしだから今の。ああ、もう。真面目に聞けよ！てか、大体何なの君たち？いっぱい傷ついて、私のこと助けに来てさ。
そんなの君たち何の得もないじゃん。わけわかんないよ。そうなの？正直私らも迷ったよ。いきなり向こう側とか言われてわけわかんなかったし。でもさ、それで助けないってやっぱ違うでしょ。誰かのせいにして見ないふりしたんじゃ今までと何も変わんねえからな。マリーちゃんは困ってて俺たちがそれを助けた。そんで十分だろ。全然わかんない。わからないことが不安ならこれからお互いを知っていけばいいじゃないですか。僕らもあなたにもっとこの世界のことを知ってほしいですし。そうそう、もうすぐちょうどバレンタインだしね。バンレタイン？やっぱ知らないよね。あのね、女の子が大事な人にチョコをあげていい日なの。まあ先輩は私が予約済みだけどね。予約とか知らないし、ずるいからなしね。予約取り消し。なあ、こんの早速かよ。ま、好きにやってくれ。ねえねえ、外晴れてるよ。ほんとだ、お洗濯一気にやらなきゃ。腰バッキバキだぜ。な、飯食いかね。いいね、もち花村のおごりで。だ、何当然のことみたいに言ってんだ。大丈夫、行こう。みんなきっと待ってる。うん、あのね、霧に体を明け渡した時誰かの声が聞こえた気がするの。なんだっけな。人間は本当のことなんて知りたがってない。本当は霧だらけの穏やかな世界を望んでるんだみたいな。わかんない。でも覚えてる声、君たちが雨のさぎりを倒して私に霧が流れ込んだ時聞いたのと同じ声。あれ違うか。なんか自分の声だった気もする。昔私が自分で言った言葉なのかな。いいや、もう霧なくなったもんね。聞き間違いかも。忘れて。ビビったろ。せっかく晴れたし雪あるし、こういうのやりたくなんじゃん。ああ、マリちゃんは雪合戦って知ってるか？なあ、グループ分けどうする？うわ、何？ちょっ！投げるんでしょ、雪。間違ってる。わかった、手加減しない。待て、目がマジすぎんだろ。男対女でいいよね、グループ分け。はい、スタート。囲まれスタートじゃねえか。てか漢字に熊吉、おめえら沈め。やっちゃえ、マリちゃん。なんで俺だけなんだ。やべ、楽しいな。いやー、圧勝圧勝。あたしらに挑むなんて10年早いっての。まあちょっとかわいそうだったけどね。でもやっぱり今日のヒーローはマリちゃんでしょ。いや、雪玉女王。性別が違うよ。
ヒーローじゃなくてヒロイン。すごい。やっぱり日焼けとか気にして。どうだ、見えるか。湯気で見えんかな。あれ、カンジ、もっと上かな。はい、でんかい。てめえ、クマ。いいか。懲りずにまた覗きなん。ちょっと待って、てかマリちゃん、電気はダメ。君たちなんて大嫌いだ。おう、おかえり。ただいます。いやすごいね。こんなんなんのか。マジか。いやでも無事救出できましたんで。いやてか最後の最後でお風呂イベント。光さん大活躍じゃないですか。ヘルベルトマンのクリーン。お、堂島さんやれ、久しぶりださん。ある意味当たりですわ。ななちゃんただいま。あ、もしかしてなんかケーキ？いやなんとかクリアできましたね。とりあえずじゃあセーブします。ほんで一旦切ります。